こんばんは、ゼンノチャンネルでーす。こんばんは。さあ、ということで、我々がこれ発信している YouTube、 これはどこで見られますか？ YouTube はテレビやパソコン、携帯、うん、やっぱり考えてみたら、我々そういうのにちょっと独裁つつあるなと思ったんです。便利な反面、反面当たり前になりましたよね。それありきで動いちゃったりしてますからね、うん、時間日課ですもん。もうなんか暇あったら見ちゃったりとか、うん、あとどっか行くにも地図とか使ったりとか、うん、1週間インターネットから離れよう。いやでもさ、ピンとこなくて。インターネット、もうじゃあ YouTube も見ちゃダメ。 YouTube もダメ、ネットニュースもダメ、ね、ネットニュースもダメ、天気も何もかも。ゲームは OK。 よしよしよし、ゲームは OK。 でも会話はダメ。 Twitter、 インスタ、 TikTok。 TikTok ダメ。あー、俺それ無理っすね。 TikTok 無理だな。はい、意外ときつそうっすけど。全員ですか？いや、あ、え、一人です。おめでとう。中村さん除外です。除外？やんなくていいですか？やんなくていいです。おー、よかった。危な。中丸はちょっと週1があるんで、はいはいはい、さすがにちょっと情報収集しとかないと。あ、確かに仕事に支障が出る。ちょっと今企画でデジタル切ってんすよ。怒られますよ。師匠にはさすがにそれは言えないだろう。じゃあ3人のうちの誰か。誰か。え、どうやって決めるんですか？どうする？じゃんけんじゃない？とりあえず勝てば一本ですね、うん、最初はグッ、じゃんけんぽい。ほい、おー、ほいやー。最初はグッ、じゃんけんぽい。ほいやー。強っ強っ。今日は強い。最初はグッ、じゃんけんぽい。ほいやー。やば、抜けまーす。やばい。最初はグッ、じゃんけんぽい。やばい。最初はグッ、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。よっしゃー、やったー、やったー。ということで、デジタルデトックス1週目、山田涼介さんでーす。山田君はこれからデジタルを抜いてもらいます、1週間。よっしゃー。オリンピックもあるんです。オリンピック見れないんだ。いや、オリンピック見られない。見ちゃいけないの？ダメだよ、非国民だ。でもよくないと思うな。ダメダメダメ、そんなもの。後からいくらでも見れるんだから。でも、丸か×かだから。あ、丸か×か。うん、教習所みたいなもんですよ。で、5問以上ってことですね。うん、あんまり余裕じゃないですか。2分の1っすよ。それ2択っすよ、うん、じゃあ、すいません、山さん、お願いします。締めていただいて。あ、締めなくていいんです。1週間後スタートの、さらに1週間後またお会いしましょう。しんどいなこれ。こんばんは、ジャニーのチャンネルです。今日からデジタルデトックスということなので、テレビとニュースと、基本携帯は電話とメールのみ、ということなので、携帯を見ないっていうのがそもそも習慣としてないので、皆さんももしかしたらそうかもしれないんですけど、なんか勝手に触っちゃう癖みたいなのありません？なんか気づいたらやってるみたいなね。だからちょっと不安ですけど、ここから、1週間、デジタルデトックスしたいと思います。頑張ります。デジタルデトックスクイズ。いやー、来ましたね、ついに。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、どうですか、デジタルデトックスして。なんか、そのやってみて気づいたのは、思ったより苦ではなかったです。すごく苦になるかなと思ったんですけど、そもそも家に行ってもゲームしかやらないっていうのと、グループでの活動の時に、みんなオリンピックとかやってたじゃないですか。うん、あ、みんな見てるんですよ。だから、それ会話しちゃった？してないです。すごい。で、俺はもう今、デトックス中だから、
メンバーに言ったの？メンバーに言いました。俺今ちょっとデトックス中だから、あの何も言わないでっていうのもあると、あの何かに言いましたし、テレビついてたら別のとこ行ってました。いやー偉い。でもちょっと本当しんどかったバージョンって言ったらあれですけど、意外とやっちゃってるからね。しんどかったバージョンちょっと欲しいな。そっちの方ちょっとお願いします。ちょっとデジタルに移して見て、まあ1週間、はい、どうでしたか？いやなんかやってみたんですけど、うん、思ったより全然辛くなくて素直さも硬くなるね。頑固と頑固ぶつかってるから無理だね。でも2択ですよ。二択です。二択です。あ、二択二択一。あ、二択というかまああの問題もありますけど。なんでやねん。ではまず第1問。北京オリンピックのフィギュアスケートで惜しくもメダル獲得はならなかった羽生結弦選手が取れなかった。知らないんだ。取れなかったんですよ。すごいあれ寂しい気持ちになりました。いや俺はちょっと正直ちょっと泣きました。そうっすね。そうっすね。その後におっしゃった言葉、これ以上ないくらい頑張った、ほにゃらら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 だったかもしれないけど一生懸命頑張りました。そのほにゃらら、あ、なるほど。ない。それは当てられたの霊能力者ですよ。いやでもそれ無理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 。いやいやいや、だって言ってた話と違うよ。違う丸×って聞いてたよ俺は。じゃあヒント言う。ヒントくれないと無理。そうだよね。一問目ですからね。そうだよね。どっちがいいかな。なんなの。丸×って聞いてた。こっちを言うか、こっちを言うか、どっちかをあげたいの彼に。こっちあげると分かりそうだね。そうじゃあ、そう分かりやすいもんし、まあ、一応目だし、そうだよね。そうそうそう。ホニャララの中では、あの、2センテンス出てるんですよ。2ワード出てる。ああ、多分順位となんかですよ。なんちゃらなんちゃら、うん、みたいなことなんですね。うん、その、前の言葉、はいはい、大ヒントです、はい。報われない。さあ、あとは後半の言葉。いや、これだから、言い方が、いろいろありますよね、多分それ。おお、言い方。そうそう。いや、こんなに悩んでるのあなただけですよ、日本国で。我々みんな知ってるね。じゃあお答えください。報われない？技だったかもしれないけど、一生懸命頑張りました。残念。テレビ向いてるよ。一問目一問目、本当はいいです。いやだから大会とか、うん、試合とかそういう報われない大会だったかもしれないけど、報われない演技だったかもしれないけどとか、あ、それじゃあでもちょっと普通かな。いやあんな前向きな人がその努力が報われないって言っちゃうところが、うん、いやちょっと感じちゃった。俺さ伝わってくるもありますね。ね、すごい僕みたい。見たらよかったのに。見たかったよ。見ないかな。見るな。いいシーン。で先輩方に見るなって言われて。北京オリンピックのスノーボード。全部オリンピックじゃん。ハーフパイプで見事金メダルに輝いた平野選手。え、金メダルだったっす？取りました。面白いですね。何も知らないんで。未来人になった気持ちになりました。え、ショーン・ホワイト見た。ショーン・ホワイト見ました。うわ、勝った。すごっ。すごいですよ。ショーン・ホワイトはメダル取れなかったです。あ、なんかすごいことがいろいろあったんです。いいストーリーがいっぱいありましたよね。ね、はい、最後抱き合って。なんで見てねえんだよ。それは見れないから。その平野選手が史上初めて決めた大技の名前は何ですか？これは難しい。いや無理無理。史上初めてでしょ。だってまだ世に発表して、だからそこでされたわけですよ。いやでもその事前番組とか見せたら平野くんが何をにかけてこの技にかけてやっていたっていうのは変な話ですけど出てますよ。もうこれ出てました。山ほど出てましたね多分。いやわかんないな。ちょっと無理だ。ヒントくない。いいよ。
すがに無理だよね。その技の名前、最初の3文字だけお答えください。ルコーク1440です。おルコーク、ルコーク1440。はい、あ、わかった。おお頼むよ。これで一生いっぱいか。はい、さあということで史上初めて決めた大技の名前お願いします。トリプルコーク。正解。イエース。よし、おーすごい。よし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 。使用権ないじゃないですか。でもこれは史上最多っていうので言ってます。なるほど。まあ、ヒント欲しければヒントを別であげてもいいですけど、あげましょう。最多って何個だろう。そもそもじゃあもうこれスペシャルヒントにしちゃおうかな。金銀銅のどれかはじゃあもう教えます。いやでも一番知りたいのは金が何枚かですね。でもそれ大丈夫。いやそうなんです、あの戦略的に言ったら多分金を言わない方がいいんですよ。じゃあ銅にしましょう。おお一番いいとこ来ましたね。銅は7つです。それぞれで考えてもいいんじゃないですか。そう、じゃあ今それぞれで考えて。はい、出ました。さあということで17日現在北京オリンピックで日本が獲得したメダルの数金銀銅合わせて何個。31万。残念。いや、それはないわ。それはないわ。さすがに多い。行き過ぎ。さすがに多い。違う。だって銅が7って出てるじゃないですか、もう。銅よりは少ないですから。いや、普通には。いや、行ったのかなって。いや、それはね。それはないわ。マイスじゃん。そう。31万ってのもう引っ張られちゃった。そういうことか。いけたってリアルに言うと多分14、15じゃないですか。ああほら正解です。うわもったいな、もったいな、なんでボケたの。なんか最近なんか記念写真みたいなのいっぱい撮ってますもんね。撮ってますよね、一生ごとに。うん、将棋マジもったいです。でもニュースでやってるじゃないですか。だからその竜王戦とかあるんですよね。そう、そういうとこからなんか竜王っていう冠をもらえるんですよね。ですよね。うん、はい。さあ藤井聡太棋士史上4人目の何冠になった。100冠。何ビシビシビシ。何よやってるだろ。何残念。わかんない、ボケなしボケなしって言うじゃない。いやいやいや、これはマジでボケはないっしょ。だって聞いたことないって言うの。いやニュースで見たことあります。何々選手100冠達成。そんなバグ起きないでしょ。それはないよ、どこの大会でも。わからない、ないじゃんそんなの。サッカーでももっとまとめてよと思っちゃうもんね。確かに。なんでそんなコマコマタイトル用意してんねんってなっちゃいますから。五冠です。五冠。で、サービス問題です。サービス問題だな。サービス問題なのかな。あ、じゃあ分かりました。新庄もいいですか。いいよ、新庄監督がなんて呼ばれてるかです。優しい。優しい。え、なんて呼ばれてるの。嘘だ。今、中丸くん、アメコミみたいな顔してました。目見開いて。なんて呼ばれてるんですか。ちゃんと整理するの絶対出る。出る、絶対出る。絶対聞いてる。これ、答え聞いちゃったら悔しくなっちゃうから、ちゃんと答えた方がいい。さあ、ということで新庄監督の背中の文字はこちら。スター。これはなんかデジタルのうんうん前のお話かもしれないですね。残念です。なんて呼ばれてるんですか。マジ知らない。ビッグボス。ボケなし。あ、ビッグボスだ。うわぁチャンスなの。ビッグボスっすね。ここ当てないとまずい。ちょっと危ないです。うん、もういいですか口頭で。いいですよ。結婚。
和成さんが4月から出演する TBS のドラマのタイトル、マイ何？最近やってるんですか？そうです、15日かな、一昨日ぐらいだから。それは言ってよ。それは言ってよじゃなくて、それは悲しい。もう一回そのドラマのあれを聞くの話ですか？内容は。いいですか？もういいですよね。まさかここちょっと失敗しちゃうと後がなくなっちゃうんで、会ってみるかもしれないですね。娘が誘拐されて、そうですよね。それをまあその頑張って取り戻すっていうのがまあ大枠ですけど、もうシンプルでいいと思いますよ。はい、じゃあシンプルいきますよ。二宮さんが出演するドラマのタイトルはマイファミリー。正解！あ、すごい！マジですか？うん、やば、これすごいですね。これすごい。ジャニーズチャンス。お、当てよう。もう簡単です。キング&プリンスが発表した、はい、何何がざっくりしてる。いやもうこれはいきましょう。あなたの推しですよね。ドームコーラ。まあ当たり。ドームツアーってことですね。もっとちゃんと言ってほしいんです、うん、もっとちゃんと言ってほしい、うん、どういうこと。まあ、ドーム公演は当たっています、半分。え、あ、何台かってこと。素晴らしい、さすが経験者。さあ、キンプリが発表した、えっ、いや、でもキンプリならいいの。でも初ですよね。初ドームだよ。いや、どっちだ、どっちだろう。今2択っすか。今僕2択です。じゃあ、2個言っちゃいます、もうね。どっちか当たってたら、じゃあもういいですよ。どっちか当たったらもうジャニーズチャンスだから。はい、5台か3台。5台か3台。キング&プリンスが発表したもの、四大ドリフ。そっちか。そっちかじゃないよ。嘘だよ。何？三大。あれもうダメか。あ、まだ。いや、まだいけます。いや、これちょっと残念だって。いや、だってさっきもドーム公演でよくないですか。いや、まあなんか正解は正解だから、ちょっとこれじゃあ置いとくよ。これ三大。審議、最後審議ですね。うん。先日行われたアメリカ最大のイベント、スーパーボール、はい、これ毎回話題になります。ハーフタイムショーが話題になりますよね。なんと日本から参加したダンサーがいます。それはトラビスジャパンである。簡単です、これ丸かバツか。え、何言ってるんですか。スーパーボール、スーパーボールありますよね。スーパーボール、うん、ちょっとマイケル・ジャクソンだと、はいはい、7回ですよ、ね、うん、それにダンサーとして参加したのがトラビス・ジャパンであるかないかを答えるべきです。はい、バスです。え、トラビス・ジャパン、はい、バスです。え、スーパーボールっすね。スーパーボールっすね。スーパーボールに参加したかしてないかですよね。してない、はあ、すごい正解です。だろうね。いや、急に質問書きましょう。どうしたんですか、その問題。最初はグー、じゃけん、ほいあっちに、ほい最初はグー、じゃけん、ほいあっちに、ほい最初はグー、じゃけん、ほいあっちに、ほい最初はグー、じゃけん、ほいすごい。あっち見て、ほい最初はグー、じゃけん、ほいあっち見て、ほい最初はグー、すごい。あっち見て、ほい。それはしょうがない。迷惑の人。それはしょうがないわ。いや、マジで、ほんと。